チケット完売満員御礼のゲーム、2位のマリーンズ、首位のバファローズの一戦、19回戦先発は美馬でした。ワンアウトから石田にヒットを打たれたんですが、中川をショートゴロダブルプレー、まあ、前回の試合は久しぶりに勝ちがついた美馬、今日はいいスタートです。バファローズは13勝を挙げる山本由伸、前回の北海道のゲーム同様フィールディングをまず見せてというスタートになったんですが、全く隙のない立ち上がりを見せました。藤岡三振、中村センターから、ここからしばらく外野にボールが飛びません。2回です。今はランナーを2人背負うツーベースフォアボールを出したんですが、後続を断ち切ってここもゼロ、前回同様尻上がりのピッチングが期待される立ち上がりになりました。山本由伸も盤石、ポランコショートゴロ、山口ショートゴロ、マリーンズの調子が上がってきた効果でヒットを打ってきたバッターを抑えて、最後はカーブで福永見逃す三振。2回まで打者6人、少ない球数できました。4回です。中川のこの辺り、角中が懸命に追ったんですが、ここで有藤さん、ランナー2塁に行きました。ここですね、ここはやっぱり1塁で先頭バッターですか。そうでしたね、初めて許した先頭で、ランナーが2塁1塁になってワンアウトなんですが、杉本久々の完食、7月30日以来のスリーランホームラン、第13号、このガッツポーズ。8月9月と新にアレイリータ、ラオウに昇天の一撃が飛び出します。3対0とバファローズが先制。このリードから何か状態を含めて、有藤さん、何か雰囲気は出てましたよね、山本由伸に。3回から行ってるけど、もう立ち上がりから狙ってるんですよ。そうですね、4回もそのランナー出しましたが、ランナー出さずにゼロ、4回までパーフェクト、5回も三者凡退で、6回です。5回までパーフェクトピッチングで迎える先頭の安田に、なんとストレートのフォアボールを与えて、これが初めてのランナーのマリーンズ。ただその後藤原はセカンドゴロ、ここからなんとかプレッシャーをかけたり、球数を投げさせたりと目論むマリーンズだったんですが、山本が力が足ります。荻野はツーアウトからセンターフライ、ノーヒットノーランに切り替わって、その記録継続されます。で、美馬投手ですが、失点の後5回6回しっかり抑えて7回、ここもワンアウトからランナー出しましたが、若月をセカンドゴロダブルプレー、粘りましたね。予想踏ん張った方でしょうね。そうですね、味方の反撃を待つところ、7回を投げてマウンドを降りました。対する山本由伸、そのピッチング変わりません。藤岡は三振、現在パリーグホームラントップのポランコもレフトフライ、7回までノーヒットノーランは継続。すると8回です。ピッチャーは東條に変わったんですが、送りバントの処理エラーがあってランナーを止めて三塁二塁、ワンアウトでバッターは森友哉、ライトの犠牲フライ。オリックスにとっても山本由伸にとっても大きな追加点が入ります。4対0。そして場内、少しそのムードがお客様にも伝わってきて、迎えた8回は山口、そして角中、さらには安田と三者連続三振。有田さん、ここであえてギア上がってましたか。いや、上げてますよ。もう狙いに来てるという、もうやるぞと言ったようなピッチングでしょう。そして9回です。ノーヒットノーラン、2年連続自身2度目、 LPB100 度目という、そのメモリアルへ向けて先頭の田村、ライトフライ。2年連続というのは2リーグ制以降初という大記録。藤原もセカンドゴロ、荻野は袖口に当たるデッドボールでランナーは出した山本由伸だったんですが、今日29人目のバッター藤岡をセカンドゴロに打ち取って、2年連続自身2度目ノーヒットノーラン達成。記
9回102球打者29人8奪三振四死球は2つという記録締めになりました。2リーグ制以降2年連続のノーヒットノーラン達成は初、 NPB 通算100回目のノーヒットノーランということになりました。マリーンズ敗れて次へ飛んでみて、本当ですよ山本由伸が野球においてですよ。なるほど。放送席、放送席、そしてスタンドのバファローズの皆さん、全国のバファローズの皆さん、2度目のノーヒットノーラン山本由伸投手です。素晴らしいピッチでした。ありがとうございます。改めてまずは今のお気持ちから聞かせてください。もう最後の一人まで、はい、ドキドキだったんで、はい、とりあえずホッとしている気持ちですね。今のこの大歓声浴びていかがですか。もう9回マウンド上がるときからすごい歓声だったんで、はい、気持ちよく投げれました。ありがとうございます。今日のピッチング102球奪三振が8個そしてフォアボール1つデッドボールが1つという内容でした。改めてご自身で今日の内容を振り返っていかがでしょうか。まあ立ち上がりからテンポよくいけたんで、まあ途中まで、ランナー出してなかったのも気づいてましたけど、途中でフォアボール出しちゃったんで切り替えて、はい、なんとかリードを守ろうと投げた結果、いい結果が出てよかったです。ご自身で分析して今日はどんなところが一番良かったですか。試合入ったら結構、ボール操れてたん で若月さんの配球も、すごく、冴えてたというかすごく合ってて、はい、助けられました。そして8回連続での三振、どのあたりからこの今日の記録は意識されましたか。いや、まあ、とりあえず3回ぐらいに意識して、で4回ロッカー戻った時にラオさんがお前完全試合意識すんなよっつって、なんか1人ホームラン打って気持ちよくなってたんで、はい、なんかこう そのせいで多分フォアボールが出ちゃいました。ただ今話があったようにあのフォアボールからすぐに切り替えがじゃあできたんですね。もうランナー出す前から、平井コーチに、ずっとランナー出した後の一発目、クイックに変わった時、しっかり意識してっていうのを言われてたんで、はい、まあ、平井コーチのアドバイス通り、はい、良かったです。そして今回の記録ですけども、まずですね2年連続ノーヒットノーランというのはNPB では82年ぶりという記録になります。ただこれはですね1リーグ制の時代でして、セリーグパリーグに分かれてからは初めての記録となります。さらに同一投手複数回数は51年ぶり、複数回数を、達成したピッチャーとしては10人目、さらにNPB 通算100度目のノーヒットノーランという記録になりました。改めて全てが歴史に残る記録になりましたが、こういった数字を聞いていかがでしょうか。いやもう本当に嬉しいですし、はい、もっともっと頑張って、はい、フォアボール出さないように高みを目指して頑張ります。ちなみに昨年はここで佐々木朗希投手が完全試合、逆にバファローズはやり返したという形になりますが、このあたりいかがですか。はい、まあ、ファンの方が一番悔しかったかもと思ってたんで、はい、まあ、なんとか今日は良かったかなと思います。そしてこれで優勝マジックが12と減っていきました。まさに今日の山本由伸投手とピッチングがさらに優勝の勢いになるかと思いますが、このあたりいかがでしょうか。そうですね、もう直接対決なので、もう一つでも多く勝ってどんどん減らしていけたらなと思っております。そして明日の予告先発ピッチャーはその佐々木朗希投手と宮城投手というところになりますが、そのまずはバファローズ宮城投手にも一言いただけますか。明日も、ノーヒットノーランが見れると思うので応援よろしくお願いします。さあそれでは最後の最後に、今日ですね三塁側そしてレフトスタンドと大きな大きな声援を送ってくれたファンの皆さんに最後一言お願いいたします。最後まで
熱いご声援本当にありがとうございました、球場の一体感が、すごく感じられて、はい、本当にすごく、いい試合になりました、これから残りも一緒に戦いましょう。ありがとうございました。今日のヒーローは2年連続のノーヒットノーランの山本由伸投手でした。お続きどうぞ。 LPB 通算100度目と今南さんから回りましたが、この2年連続は82年ぶり。かつてイーグルスというチームが、まあ、今の東北楽天ではなくてイーグルスというチームがあった1940年41年に亀田忠さんという方が達成されています。この時以来の2年連続のノーヒットノーランということになりました。ここはファンの歓声にも応えた山本由伸投手、花束を受け取ってまたカメラのレンズに収まろうとしています。いや、まあ、有田さん、これはもうね、達成というところは素直に素晴らしいんですが、マリーンズの方は本当にこの明日のゲームというところの最初のヒット、もう早いうちに打ってというところでございますね。早い話ですが、いや、これはね、プレーボールになってどのチームもそうですよ、まあね、ヒット1本、打たなきゃいけないんですよ。よりただね、それがちょっと相手も相手ですし、まあ、佐々木朗希登板ゲームにもなりますし、ちょっとね、まあ、それはプレッシャーに感じすぎてはいけないんでしょうけれども、まあ、それよりか勝ってほしいよね。そういうことですね、今本当にさ、あの途中でね、その内容よりも結果であるというお話がありましたが、もう這いつくばってでも張ってでも点を取って1点最後上回って終わるというところ、ベンチ全員で勝つような形でね、総動員してでもなんとか勝つといったような取り組み方をしてほしいよね、はい、改めて山本由伸というこのピッチャー、本当にもう日本代表するピッチャーですが、今日のピッチング含めたところで総括いただけますか。いや、ノーヒットノーランを達成した山本投手、去年に続いてのノーヒットノーランでしょ、おめでとうという一言しかないですね、はい、まあ、インタビューで言ってたんですけど、その上をと言ったようなところ完全試合ですよ。そういうことですね、これを目指して頑張ってほしいよね。本当に完全試合を達成した方でもできないような2年連続というノーヒットノーランですから、そう、これはまたこれで違った価値があるというゲーム、まあ、よりね、ここからもう既に包囲網はかなり敷かれてるんですが、より他のチームも研究してくるであろうというところをさらに上回るピッチングが、まあ、日本で見られたらいいなというところもありますが、当然残りの試合チームの優勝へ、そしてポストシーズン日本シリーズというところも見据えたピッチング、山本を攻略せずしてオリックスの攻略はなしというところにどうやらなっていきそうです。最後まで残ってお客様の声援に応える山本由伸投手、レフトスタンド三塁がバファローズのファンの方が最後までその雄姿を見届けています。それでは今日のゲーム大記録達成です。ハイライトです。